后面还有一些呢。好，再来，我们去鹿野街。好，哦，请先等我一下，快没办法，要两个小时。哎，不好意思，回来喽。抱歉，我们继续。見つけたぞ、青戸組よ。お奉行を暗殺したのはお主だな。隠し立てしても無駄だ。すでに証拠は上がっておる。おのおの方、間違いない。俺は確かにこの目で見たんだ。奴が犯人でござる。お奉行の敵。ここで成敗してくれる。おお、おとなしくせい。はいよ。あれや。あれや。あれや。おお。はいや。あれや。あれや。はい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 や。哦，这个美帝子，我先换那个掌骨丸好了。这把刀还没有正式的起来。神妙にしろ。待ってくれ。悪かった。俺が悪かった。お主がこんなに強いとは思わなかったんだ。その腕ならやれる。犯罪者を倒して、俺とお主で。天原を支配することも夢ではない。どうだ、俺と組もう。一緒にとことん甘い汁を吸ってやろうではないか。这第一个路线。そうか。お主と俺とが組めば怖いものなどない。なに、犯罪者など大物ぶってはいるが。所詮力と餌で親分の座を守っているに過ぎん。今や子分どもは皆お主に心酔している。あとは俺がいいように段取りをつけよう。アマハロ、いや、この日本を手に入れようぞ。我在路上要杀死侠。あんたのことを思うと体がうずいてね、たまらなくなってこうして忍んできたってわけさ。安心しな、別に艶っぽい話じゃない。わかってるだろ、親分はね、あんたが邪魔になったのさ。このままだと自分がやったように青戸組を乗っ取られると思っている。だから私はあんたを殺さなきゃいけない。あんたの返り血をたっぷりと浴びるのはさぞかし気持ちがいいだろうね。さあ、美しい地獄を見せておくれ。原来这么小的地方打吗？よーよー、这把攻击好高。ほらほら、どうしたのさ。そんな腕で私を生かせられるとでも思ってるのかい。
だよあんた。お楽しみの邪魔をするんじゃないよ。死ぬかい。おい、お前の渇きはこの程度の切り合いで癒されるのか。なんだって。これから血で血を洗う祭りが始まるぞ。その祭りを盛り上げるためには、京次郎、お前の力が必要だ。この新しい親分と俺と共に屍の上に城を築こうじゃないか。闇の覇王の城をな。ふん、何やら面白そうだね。話を聞かせてもらおうじゃないの。あんたらを切るのはそれからにしよう。おう、実は俺はこのお方に。お、密会。然后在与清门主的众界人，应该是，没有，应该跟他对话，然后我们就会去鹿野亭。聞いてくれ。やはりあれだぜ。我们再去鹿野亭。我们先吃个补品好了，不然都快趴掉了。哦，700滴。好，那我们可以继续选美帝国了。招式，我们要把招式盯出来。对不起，虾。双刀哎！再次又是福音小太刀。我们找不到虾哎。太大，与清门主众界人，可是众界人他不就在，还是我们要进去啊？啊，聞いてくれ。やれやれだぜ。
你在变？怎么变我了？我先补个血吧，现在是夜晚，凌晨到先睡一下，睡到早上，睡两个时刻就好。行きますよ。看一下我的招式，哦，要这样，往前三角形之后，密探头血应该比他更快，鹰旋风，我来拿一下。风雨小太包已经有了。福音小太刀，我们丢弃，换鹰旋风。招那个把人家脖子这样用掉，还颇帅、啊。能力有点。好了，来。哦，我是要睡觉哦。出力啊！出力啊！没看到侠了，那就算了啦。反正因为这不必要的，可以把他干掉，然后把他的刀拿过来。不过我们就算了吧，毕竟他也不是很糟糕的人。我们去清门主杀半左卫门，先出路野街看看，也许他又在了。拜拜，五块装用棒。他直接戳好了。什么？不用的。欢迎来狠一点。我现在就来狠一点。
还是没看到谁啊？爷爷，嗯，是哦。出去，刚好出去。啊，我们去清门组。我血量这样够吗？不知道血量这样够不够。この天原は名実ともにこの俺高沼の半左衛門が支配する町となった。そこで俺は青戸組の組長の座を先代より引き継ぎ、さらなる勢力拡大を目指すつもりだ。ついては古文のお前たちとも改めて誓いの杯を取り交わし、結束を固めたい。いやーめでたいめでたい。奉行所も俺の支配下にあるし、これで怖いものは何もない。なあ半左衛門。親分と呼んでもらいたいな。安の才よ。不是了。けじめってもんがあるぜ。いや、そうだったな、親分。ところで、一番の功労者はどうした？あの浪人の姿が見えないようだが。あの野郎は、俺を裏切りやがった。なんだって？だから京次郎に始末をさせた。これからは、誰でも組を裏切る奴には死んでもらう。分かったな、お前たち。どうした、京次郎。何がおかしい。裏切り者には死よ。それが親分の方針ってわけだね。ああ、それがどうした。じゃあ死ぬのはあんただね。なんだと。言った通りだよ、親分。いや、犯罪も。今日はめでたい襲名式だが、それはあんたのじゃない。てめえ、安野。どういうことだ。こういうことだ。親分、どうぞ。お前は死んだはずじゃ。おめでとうございます、親分。なんだ。おお、動作。一体全体。お前らどうしまったんだ。好像董卓。どうもこうもないぜ。最も力のある者が天原を抑えるのが道理。そうあんた自身が言ってたでしょうが。そうそう。だから先代の親分をやっちまったんでしょ。そもそもの裏切り者はあんただ。なんだと。ま、そういうわけだ。新しい山原の支配者はこちらの方だと皆の意見が一致したのさ。そうそう、あんたよりこの先ずっと面白くしてくれそうだからね。バカ、そんなこと俺は認めねえ。相手してやろう。竟然杀我的！换你了，换你！くそ！俺がこの俺がこんなとこロで、バイバイ。くたばるわけがねえ。見事
事だね。さすが天原の、いや日本一の親分となるだろうお方だ。これからも私たちの前にはこんな美しい血の海が広がることだろうよ。楽しみだね。那这个结局是有攻略金四郎成功吗？还是没有啊？哦，他都站在旁边，他不会坐下。然后宝野从幕府那边就正式归过来。おめでとうございます。ねえ、あんた。ここにやってきた親分連中を 2,3 人切ってきてもいいかい？どうにもこうにも体がうずいてしょうがないんだよ。わ、点头了。こうして裏の世界に君臨するべく、一人の男の戦いが始まった。騒乱の時代の中、己の欲望にのみ忠実であろうとする者たちこそが、あるいは真に純粋であるのかもしれない。たとえそれが無数の屍とおびただしい血によって塗り固められた道を歩むことであったとしても。后来呢，养一个老婆，没几天就要奉献几个那个小弟过去。后来，哦。结尾不同了。这个应该他卖树魔。操控那个小叶。这样的话还有几个，一个是血洗清门主啊，然后另外两个是侠的路线分支。侠路线是就是他正式接替了那个清门主，然后侠义风啊，然后他还有另外两个是男主角离开，然后一个是男主角回来的时候发现侠已经被金次郎干掉了。明天我下午我一样先玩四到二，然后把那个血洗清门组的结局破出来。好，那么今天下午的实况就到此告一段喽。谢谢大家收看我黄金城先生的怀旧系列四到二期待版。晚上的时间我也会直播圣安地列斯，有兴趣的人观众也可以看一下哦。好，那么大家明天再见喽，拜拜。女仆战队，这是怎么用的？哎，各种角色的魔族，那个都是要破额外的那个武士挑战装。
哇，26，好低哦，地平的话，真是杀的太多，武士度降低太多了。哎呀，我总支出1420，我是用在哪里了？我感觉我也没用钱，我必杀数七人。工作大神武士，6号结局，明天就7号了。